今日もご覧いただきましてありがとうございます。噺家の柳家三之助でございます。皆さんね、赤十字ってお聞きになるとどういうことを思い浮かべられますかね。私は献血によく行きますね。それからやっぱり災害の時のいろんな活動とか募金とかね、まあ、世の中の役に立っているんだなっていうことは分かるんですが、細かな活動どういうことがあるのかなって言うと私も知らないことが多いんですよね。品川区でもですね、この赤十字の活動をいろいろやっております。品川の赤十字奉仕団というのがありまして、去年ですね結成60周年を迎えたんだそうです。まあ、そういう節目もありまして、今日はですねこの赤十字奉仕団から、千葉正夫さんにお越しいただいてます。どうぞこちらへ、どうぞお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。千葉さんは、はい、その赤十字奉仕団の、はい、荏原第四分団長をされているということですね。はい、ということですね。はい、品川区にはですね13の分団がございまして、分団長はその地域の連合町会長さんが分団長を務めております。なるほど。はい、じゃあ町会の活動と赤十字で結構こう密接なんですね。そういうことですね。はい、今日はいろいろちょっと細かいことも教えていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。できるだけお話しいただきたいと思います。昨年12月に結成60周年を迎えた品川区赤十字奉仕団、その記念式典が今年1月に開催されました。今年度も調査委員の皆様、関係各位の温かいご支援によって奉仕団の事業を順調に進めることができました。この場をお借りいたしまして、改めて厚く御礼を申し上げます。この奉仕団、町会、そして自治会をベースにした地域社会に支えられた運営を基本として体制が作られております。そうした草の根の活動を続けているということで、大変に大きな成績を上げていること、本当に皆様のおかげだと心から感謝を申し上げる次第でございます。それでは品川区赤十字奉仕団について、千葉分団長と荏原第四地域センターの神尾所長に詳しく伺いましょう。千葉さんね、はい、このたくさんの組織が、まあ、品川区内の中でも分かれて、はい、この奉仕団を構成してるってことなんですが、はい、役員の方が約品川区には3000人ぐらいいらっしゃって、その方がご苦労されて、多分個別訪問で、募金を納めているような状態でございます。はい、もう実際結構たくさんの方がじゃあ普段からやってらっしゃるんですね。はいはいはい、でその拠点になる場所が地域センターってことになるわけですね。具体的にこの何て言うんですかね、まあ、今まで町内で避難訓練とかやってたわけでしょ。はい、でこれが赤十字の活動としてこうバックアップがついた時にですね、もっとなんかすごそうだっていうか、なんかもっとすごい訓練がするのかななんて思うんですけど、どんな感じなんですか。そうですね、避難所に集まっていただいて、まあ、訓練をやる時に日赤の方に依頼をすると、まあ、本社の方から専門の講師が来ていただきまして、普段できないロープワークの、訓練であるとか、毛布で、ガウンを作る、紐と毛布だけで、簡単にガウンが作れてしまうというような、訓練、また、物干し竿でできるんですけども、物干し竿2本と毛布で担架を作る、といった訓練とかもやっていただいたりもしています。専門の方がじゃあちゃんと教えてくれるんですね。はい、そうですね。なんかほらよくいろんなこうなんだろう応急手当とかね、はい、ああいうのもやっぱりね、専門の方に聞かないと分かんないですもんね。そうですね。そういう意味でやっぱりその赤十字の活動が盛んなるっていうのは、我々がもっともっとそういう知識が増えるっていうことにもなりますよね。はいはい、まあ普段の防災の訓練ね、我々がこう知らなきゃいけないことを知るっていう、まあ、活動の他にその皆さんが会員になってくださって、で、まあ、その活動の資金の援助をしてくださる、これを、まあ、会費を集めるっていうのがなかなか大変なんだそうですね。そうですね。今ご存知のように
建物がマンション化しまして、ロックをされておりますので、そこを訪問するわけにもいきませんし、訪問してもですね、なかなかお会いできなくて、会費をいただくことができなくて、それが苦労の種でございます。でもこれそのまんまにしとくわけにいかないってこともありますよね。これからの自治会のですね、経営の方針もですね、よっぽど努力していかないと、その個々の方々のご協力が得られなくなって、我々も地域のつながりがだんだん薄れていくことが心配でたまりません。でなんか大きな、災害、例えば災害なんて起こった時は、そこがこう離れちゃうと、もう何もできないっていうことも出てきちゃいますもんね。そういうことですね。困った時だけ助けてくれっていう、そういうことだとちょっとね、地域社会ってのは立ち行かなくなるんだろうなとか、だからもっとこう、もうこの赤十字のね、活動が、普通に皆さんにこうもっともっと行き当たって、それで行政もですよね、それと連携しながらうまく回っていくといいだろうなって思うんですけれども、我々もつくづくそう思っております。それでもその品川のこの赤十字奉仕団っていうのは、会費のね、皆さんのこう、参加の目標をですね、なんかいつも上回ってるって話も聞きますね。おかげさまでまだ品川区はですね、目標額をはるか上回る会費を、会員の方からいただいているのが現状でございます。じゃあ都内でも優秀な、そういうことです。ってことになるんですね。で、私やっぱり赤十字っていうとね、私よく献血行くんです、献血なんかもやったりするんですか？所長の方がどうでしょうか？そうですね、区内で何箇所かで、献血会場を設けまして、そちらでやはり日赤の方がいらっしゃって、街行く人に声をかけて、献血活動なんかもやってますね。これも一つの地域のその奉仕団の仕事の一つって考えてもいいわけなんですか？そうですね。余計やることいっぱいありますね。品川区独自の取り組みとして毎年行われている表彰状、感謝状の贈呈。平成29年度は会員増強運動を推進し、優秀な成績を上げた179人の協賛委員、6つの町会、自治会に対して贈られました。あなたは15年にわたり日本赤十字社会感謝状を贈られた団体の一つ、中延四丁目町会町会長の倉持俊春さんは、およそ40年にわたる奉仕活動に従事されています。自分じゃできないけど、ほら、まとまればそれなりにね、還元もできるしってことで、うちはもうそういう意味では、こういうのにはみんな協力してくれますよね。元気なうちは私のために、奉仕の精神はありますね。やらせていただけるって言うんですよ。いろいろ伺ってまいりましたけれども、最後にですね、千葉さんに、この赤十字奉仕団の今後の抱負をお話しいただきたいんですが。我々もですね、できるだけ 今以上にご協力を申し上げて、世の中皆さん安心安全で暮らせる地域を作りたいと思っております。だからまた奉仕団の皆さんにも、いろいろ悩み事があると思いますけれども、いろいろなセミナーをやったりですね、いろいろな訓練をやる場合に奉仕団の方にご報告をいただいて、また訓練を受けて、安心の街づくりを作っていただければありがたいと思います。今日は本当にいろいろどうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今日は赤十字の活動をご紹介してまいりましたが、なんか地域の、活動と密接なんですよね。たくさんのいろんなことがありますけれども、これはですね、皆さん興味を持っていただくことで、いざという時の自分の命を守る、そういう活動なんじゃないかと思います。もっと興味を持っていただけたらいいんじゃないかなと私感じました。さて、次回のとっておきの品川、どうぞお楽しみに。